充電器の場所変えたらさ、この角度でしか配信ができなくなった。2メートルの充電器のコードがあるんですけど、それもちょっと壊れちゃった。だから今日はこの画角。今日はこの画角で失礼します。体勢はきつくないです。あ、でもちょっときつい。こんばんは。ハイキーさん、サバ猫ありがとう。サバ猫ありがとうございます。眠い？私もちょっと眠いです。でも多分みんなの方が今日お仕事とか頑張ってきたと思う。私はだってね、今日ねあれだもん、綺麗なお花見て写真撮ったり、可愛いワンちゃん見て、癒されるなって思ったり、結構まったりしたので、多分みんなの方が頑張ったと思う。はい、いい一日でしたね。はい、あとはバスに乗った時に、男性の方の頭で座ってたら最寄りのバス停に止まるかどうか見れなくて、ちょっと大変だったとか、まあそれぐらいです。それぐらいです。充電が切れてて、で携帯で近づいてきたら、そのなんか掲示されるじゃないですか、停車駅みたいな、それ見て降りようって思ってたら、その座ってたその目線の先に男性の方がちょうどかぶってて、サラリーマンの方がちょうどねかぶってて、めっちゃ画面 見えなくて、その掲示板みたいなのが。ライブでもある？悲しい、それは。あー、ちょっときつくなってきた、この体勢。これ、充電器がここで限界なんですよ。ちょっときつくなってきた。どうも、こんにちは。電波がよく、あ、
だったらいけそう。こんにちはこんにちは。え、電波悪いかも。ドーン。めっちゃ髪の毛が茶色に見える。なんでだ。今電波大丈夫ですか？今は大丈夫。電波 OK。 照明のあれかな、髪の毛は。ギフトありがとうございます。明日はちょっとハードかも。明日の予定、ああ心配。そうですね、今日は前髪は流してますね。みんな応援してください。明日の予定応援してください。頑張れ。ありがとうございます。今日はお湯に浸かろうかな。頑張らないで。頑張らないといけないんですよ。頑張ってあいこちゃん、ありがとう。うう、お腹空いた。でもまあ今から食べたら良くないから、明日の朝食べる。髪の毛乾かすのも応援してます。ありがとう。お風呂上がった後髪の毛乾かすのが一番めんどくさくて一番嫌だ。はい、みんな応援してください。全部応援してください。お菓子をボリボリ食べながら見てる。なんだと、なんだと、なんでそんなことするの。なんだと。ありがとう、優しい。頑張れ。みんなからエネルギーをもらってるわ。画面近い、画面近いね、許して。あ、いいな、パンケーキ食べたい。いいな。明日健康診断なので自分も昼まで食べれません。あ、そうなんだ。自炊してますか？ちょっとだけ。がっつりはしてない。
最近ですか。最近はお味噌汁作りました。え、でもさ、お味噌汁作ったらさ、あれじゃない、結構十分じゃない。お米炊いてお味噌汁作るだけでも、もうとっても偉いよ。もうすぐ愛子になるから頑張れる。嬉しい。私をモチベーションにしてくれてるの。今日の服、でもこれだったら、あ、ここ顔見える。あ、ちょっと遠目だけど、ここで許してください。夏ですね、ワンピースが。見えてますよ、コメント全部見えるよ。ワンピース、今日ね、今日洋服をね、また買おうかなって思ったんですけど、やめときました。やめときました。なんかね、お店まで行ったんです。お店に行って買おうかなって思ったんですけど、そこまで情熱がなくてやめました。皆さんが買ってください。じゃあ皆さんが、じゃあ買わなかったんかいっておっしゃるんだったら、皆さんがじゃあ買ってあ、そういえば最近プレゼント見てないな。プレゼント見に行こう。どんな服を買おうと思ったの？なんかあれです、トップス、夏のトップス。でも多いんですよ、私本当に服が。だからちょっと一旦考え直そうと思って、家にあるもので
とりあえず来て、あ、これ足りないなって思ったやつを買い足そうと思って、もっと暑くなってきた時、偉いですか？寒くないですね。でもこの上に上着羽織ってたから寒くない。今日は行けました、これに羽織ってたら。みんなは今日はどうでしたか？1週間の折り返し、水曜日はどうでしたか？はい、インタビュー、で皆さんどうでしたか？31のキャンペーン前倒しでもう終わっちゃった？嘘！え？本当に？供給困難。そうなんですか。悲しい。予想より爆売れ。だと思うよ。悲しい。本当に。行こうとしてたんですけど。そんなことあるんですか。あってはならないじゃないですか。もう頑張れないもう頑張れないんですけど、どうしたらいいですか？もう私はダメです。頑張れなくなりました。もうスイッチオフ、ピッピッベンチここです。つら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 らら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 ら、らまたあるかな。もう普通にじゃあパーティーします。お話し会みたいに再販が始まればいいのに。私さ、韓国の31にもちょっと行ってみたい。またちょっと違うんですよ。韓国旅行行きたい。
ラティアは日本以外にもありますよ。そう、日本にいないフレーバーがあったりする。ショック。でも今私ね、あれが食べたいな。焼きそばが食べたい。ソース焼きそばが食べたい。 UFO とか、うん、そんな感じのザザカップ麺みたいな。ソース焼きそばが食べたい。味がめっちゃ濃いもの食べたい。ね、なんで夜ってお腹空くんですかね。とりあえず今はもう何も考えずに過ごします。また明日の朝、朝ごはんを食べればいいやっていう。はい、焦らず行きます。その調子だ。でも最近あんまり食欲ないんですよね。お風呂は入るよ。お風呂は頑張って入るよ。最近そんなになんかいろいろ食欲は爆発してないかも。そんなにない。それは心配？いいえ、全然心配はいりません。食べたい時にまた食べるから。ご飯はいいタイミングで。ピョンピョピョンピョン。ちょっとこの画角疲れた。カーテンが見える。わかりますか、ここ反りすぎてしまったの。眉毛、うん、凹んでるんですよ、ここが。早く生えてほしい。やってしまった。本人もへこんでます。うん、では今日はこの辺にしておいて、私は寝ます。すぐ生えますよ。ありがとうありがとう。13位、愛媛みかんさん。12位、ズーミーさん。11位、ソリオさん。
10位マグさん、9位ジャボテンさん、8位マサキさん、7位クジマサさん、6位ウミガメさん、5位リョウヘイさん。なんか今日の顔好きじゃない。5位リョウヘイさん、4位ケンケンさん、3位デサイズハートさん、2位お疲れさん、1位ハイキーさん。ありがとうございました。それでは皆さん、また明日。おやすみ。バイバーイ。